みなさん、藤井葵です。今日はあのお菓子作りで使うあのカラースプレーってあるじゃないですか。あのチョコの最後にあの上に振りかけたりするカラフルなやつです。で、あれを数えてどの色が果たして一番多いのかっていうのを検証してみたいと思います。果てしねーやばい企画だよね、これ本当に。果たして何時間かかるんでしょうか。そもそもやってみましょう。ちょっとお一人でできるのかな。今日は 50g のカラースプレーを買ってきました。でーうー、それでは早速やってみましょう。はい、じゃあちょっとこれ一回出してみようか。いやー、いきますよ。じゃあおー、あ、綺麗いや、ちょっと一回お皿に出したのがこちらです。あー、果てしねこれ一個ずつあら、あれね、効率を考えるとまずは色ごとにこれ分けちゃった方が早いよね。ピンクはピンクで塊みたいな、そこは数えちゃう方が早いか。分けます。よし、よーい、スタート。ちょっと待って、今時間見とこう。オッケーオッケー、何時間かかるかもね。あーあー、ちょっと待って、これピンクばらまいちゃった。ちょ、やばい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 、ちょっと待って、セーフセーフ、このくらいなら大丈夫。悲劇いや、ちょっと待って、これ黄色とオレンジの違いえぐいんだけどちょっと待って、これあれ集中切らしたらもう黄色とオレンジごっちゃになるぞ、特にちっちゃいやつ。あーオレンジ潰してやらかした。思いがオレンジくんを一つなくしてしまいました。これプラス1にしよう。見て、くっついてベトってなってやっちゃった、かわいそうに。ねえ、これ黄色と茶色見てるとさ、あのチョコバナナに見えてくる不思議だね、これ。お腹空いてきちゃうわ、おいしそうまずい、これはいっぱい目をなかったことにした方がいいかもしれない。なんか色が分かんなくなってきた。お、これあれだね、白多いかもしれない。だってすごい、全然止まり方が違うんだけど、すごいな、見えてきたぞ。あー緑とオレンジないなった。葵の小指によって潰されました。あー2つも食っちゃってる、なんでだろう、全然気づかなかった。だからプラスオレンジが2と緑がいて、あーもう、いや緑見やす、あ、もう緑好きだわ。青いもおでちゃんも、いやー嫌い、かわいそう、潰されといて嫌われてるオレンジ。あ、見やすい、もうサクサク取れるよこれ。いやー終わり見えてきたよ。よし、はいはいはい、できたよーしー。いや待って、今色分けだけで今6時間ぐらい経ってますね。できたできたできた。じゃあこっから、そうだ、100個ぐらいずつ、100個ずつにこう色分けていきたいと思います。なんかグラフみたいにできたら分かりやすいかな。よっしゃー、行くぞ。数えるのは多分そんなかからないはず、知らんけどやったー、終わりましたー、完成ですやったやっと数え終わりました、めちゃくちゃ嬉しい。いや、すごい時間かかったけど
ど、これ達成感あればすごい綺麗。ちょっとみんな見て見て、グラフこんな感じになりました。トーン、いやーすごい綺麗に100ずつ、綺麗でしょ、カラフルですな。ちょっとねこれね、数字で発表した方が分かりやすいかな。数字はこちらです。でーん、ということで茶色が297で白が1823っていう、めちゃくちゃこんなに大差あくとは思わなかった。まあ、ちょっと薄々のこう分けてる時、いやちょっとこれ絶対茶色少なくないって思ったんだけど、ちょっと薄ピンクとピンクと白でね、ちょっと鮮やかな感じを出してるわけですね、結果。いやーめちゃくちゃ、いやーちょっとこれはみんなやるときは 50g は多いから気をつけてちょっと青いね、これは食べるためにアイスを買ってきたので、ちょっと何色からいこうかなえ、ちょっと白がアイスと保護色になっちゃうから、おい、ちょっとこんな食べ方初めて、贅沢食べをしてみたいと思います。いきますよ。うん、おいしい